おこまんちゃパラダイス大輝です。今回は僕がツイッターやフェイスブックで適当に発見した面白画像をみんなで楽しもうのコーナーです。タケミンはびっくり、北海道が異世界すぎてみんな困惑してるよっていう画像を紹介していきたいと思います。まずはこちら、看板の次元が違うぜ北海道、イオンジャスコ釧路店まで直進110キロ。これね、ツイッターで定番のネタですけれども、その下に申し訳程度に書いてある駐車場4000台、これも次元が違うね。北海道のデカさを実感。これ日本地図のパズルらしいけど、北海道だけで11軒がすっぽり入るね。スケールが違うね。友人が北海道旅行中に送ってきたこの画像、謎すぎる。確かに意味がわからない。この先江戸時代、ついに時代も飛び越えたのね。さすがスケールが違うね北海道。一見何ら変わらない感じの看板ですが、北海道の看板はロシア語も書いてあるんですね。スケールでかいね。これはあかん。クマとカニを混ぜて何がしたいのかわからんけど、クマとカニを足すところがスケールがでかいのか。はい、クマもハロウィンでお出迎えって、だから何でも足せばいいわけちゃうって、誰か言うたって。これ北海道の北斗市で発見されたゆるキャラらしいけども、ここまで来たら何でもありやん。ゆるゆるやし、なんかちょっと疲れてる感じ。だからなんやねん、北海道の時計台になりきってるんやろうけど、これやったらちょっと怖いしな。顔見えてるからキャラになりきれてへんし、まあちょっとおもろいけど。あー、またや。だから何でも組み合わせたらええちゃうねんって。メロンとクマやろ、ちょっと噛みついてるし怖いし、足し算しすぎやって北海道。あ、野生のトド、これ自由すぎるやろ。ちなみにこちらは北海道斜里町の住宅地で発見されて、約1時間後に海に返したそうです。マジか、毛ガニ UFO キャッチャー、これならがっつり取れるまでやりたいね。はあ、絶対新鮮。でも息が良くて勝手に出てきたりせんのかな。今回は探し出した画像を皆さんと一緒に楽しもうのコーナーでした。まだまだ探しておりますが、こんな面白画像を発見したよなんて情報、コメントやツイッターのダイレクトメッセージにて教えてください。それじゃまた。傷だらけの瓶、好み果てまで。